やっていこう。よし、じゃあ海ちゃん、ちょっとこっちに分けてもらいましたので、これ逃がしちゃって。はい。わあ、いた、来た。オーケー。来た。はい、どうもです。今日ママがチビライギョをいっぱい捕まえたんで、このお兄さんライギョはね、外へ帰ってもらいます。電気を消したらパニックして、こう頭ゴン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 打ってかわいそうやきね。やっぱお外のね、池で飼いましょうね。で、今からこれをね、救出していきますが。どうやって取ろうかね。どうやって取る？海そっち来て。そうやね、海こっち来て。ね、蓋もあかんようにね、テープで貼ってました。蓋をね、突き破ってね、飛び出すんでね、蓋もね、クッション材を貼ってね、怪我せんようにしよったけれども、やはりね、夜な夜な飛び出しちゃう恐れがあるんで、お外に帰ってもらいましょう。まだ飛び出したらね、尻尾がね、どんどん尻尾がちぎれていくけど。そうよ、かわいそうだきね。暴れたりしたらいかんぞ。ゴキ暴れるろ。ゴリゴリに暴れるぞ。やっていこう。いや、これで救う、入る？あ、ギリギリ入るね。これで救う気。あ、ちゃん、蓋がいるかも。あ、ええよ、いらん。もう入れろ。うん。もう一気に外行くで。うん。これでガッて取って。もうすぐ暴れる気だもん。うん？逃げる逃げる。勝手に入りそうやね。勝手に入ってくれたらいいけど、ここからバシャバシャってされたらもう、わやき。入ったよ。入った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 。頑張れ。最悪、最悪の事態が起きた。最悪。家がびしゃびしゃになった。家がびしゃびしゃになった。そんなふうにもちっちゃう？うん。電気つけてます、全部。大変なことになりました。びちゃびちゃです。びちゃびちゃです。でも、なんとか、外の池に持っていきました。チャーム頑張って拭いてください。そして、赤ちゃんライギョ、無事、入れることができました。はい、大きいライギョをなんとか撤去して、撤去言われるね、お外の池に引っ越しして、赤ちゃんライギョを入れて、ちょっと落ち着いたので、こちらのね、熱帯魚の餌、グッピー元気をあげてみたら、元気に食べてますね。よかった。うん、これで安心です。食べやすいのもある。ちなみに泳いでるのはオタマジャクシです。おたまじゃくしも食べる。おたまじゃくしも食べようとしてる。うん、いいじゃん、いいじゃん。いいです。おじしがかもしれない。みんな上に行ったもん。今先までこの辺でファーっと登ったっけど。いや、今おたまじゃくしに喧嘩あったで。食べよう、食べよう、うん。さっきなんか逃げたがやね。おたまじゃくしから逃げたがやない。よかった、食べ。かわいい。めっちゃ浮いたけど、一人。さあ、次はどちらの動画をご覧になりますか？こっち？こっち？こっち？やっぱこっち？どっちの方が面白いかな？まあ、全部見ていただければ嬉しいと思います。飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。助かってます。またお願いします。